こんにちは。未暴力チャンネルの瀬山松です。ひめくりじゃ。ちなみに侍でござる。それでは早速始めます。本日5月13日は、幕末に大活躍した幕臣、江川秀達が誕生した日です。ふむ、知らん。教えろ、江川。瀬山松です。今回紹介するキーワードはこちら。まずは最初のキーワード、高島秋帆です。江川秀達は、享和元年5月13日、伊豆韮山地方を代々治める代官の家に生まれました。他にも、江川太郎左衛門、江川丹庵という名で知られています。秀達の生まれた江川家は当時、武蔵、相模、伊豆、駿河、甲斐などの広大な地域を治めており、幕末動乱期の押し寄せる欧米列強の脅威を前に、幕府から関東沿岸の防備を任されていました。日に日に危機意識を強めていった秀達は、当時日本一の西洋砲術家であった高島秋帆の門弟となり、その技術を学んでいくことになります。幕末の海の防備か。責任重大じゃな。ストレスが半端なさそうじゃ。ちなみに、江川秀達が後に開いた韮山塾の門弟には、佐久間象山や橋本早苗、桂小五郎など、そうそうたる顔ぶれが集まっていたぞ。では、続いてのキーワード、韮山反射炉です。江川秀達は、沿岸に備える大砲を製造するために、反射炉と呼ばれる設備を建造し始めます。反射炉？なんだそれは。はい。反射炉とは、鉄を溶かして不純物を取り除き、強度の高い鋼鉄を作るための設備です。江川秀達の地元、伊豆韮山に、韮山反射炉を建造し、さらにここで鋳造した大砲を配備するために、品川台場も築造しました。ちなみに、この韮山反射炉は現在、世界遺産に登録されているでござる。また、品川台場も現在は、フジテレビなどがあることで有名なお台場となって、観光地としても賑わっているでござるぞ。ほうほう、何気に今にまで影響が残っておるのじゃな。知らんかったわ。はい。では、最後のキーワード、パンソです。パンとは、あの食べるパンのことです。兵士の蛍光食として、日本で初めてパンを焼いた人物が、この江川秀達と言われています。現在にも残る江川邸には、当時パンを焼いた釜も残っており、日本のパン業界からは、パンソと呼ばれているそうです。なんと、パンを日本で初めて焼いたじゃと？江川秀達、やべえの。はい。様々な影響を後世に残した江川秀達でしたが、多忙を極めていたせいか体調を崩し始め、安政2年1月16日に亡くなりました。享年55。過労死に近いものだったそうです。ちなみに、パン以外に現在でも使用することの多い、気をつけ、右向け右、回れ右、進め、などの文体用語も江川秀達が考案したものでござるぞ。運動会なんかで今でも使っておる言葉ではないか。江川秀達、マジやべえの。